ね、ソルティ。何ですか、カーシャさん。いろんなところでよく聞くようになったけど、リゼンブルって一体何なのかちゃんと知ってる？知りません。引っ掛けよ、こら。もう仕方ないな。そのソルティのために私が教えてあげる。お願いします。リゼンブルっていうのはね、簡単に言うと機械技師のことで、ブラストホールの後にものすごく発展したんだよ。へえ。でもリゼンブルって普通の人以上の力が出せちゃうでしょ。だから犯罪にも結構使われるようになっちゃって。それは大変です。でもね、リゼンブルの力を世の中に役立てようって人たちもいるんだ。おお。それがリゼンブル救助隊。大型機械で作業できないような場所でもリゼンブルの力でへっちゃら。素晴らしいです。まだまだ活躍の場を広げるリゼンブルといったところで、今週はここまで。それでは皆さん、また来週。来週です。ま、そういうことだ。